はい、どうもだらけです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、IOST、ネム、パレットトークン、そして OMG コインの方をやってまいります。今日はまあどちらかというと、全面赤になっているという状態で、まあ、どちらかというと続落してきているという状態もありますので、これがですね、まあ、どこまで許容できるのか、今年年末にかけてですね、上昇波というのは、また来るのか、そういったところも含めてですね、解説していきたいと思います。はい。そしてですね、僕の動画を見てくださってくる方、いよいよですね、2000人登録、いきましたので、企画としてですね、今週またはですね、来週ぐらいには、発表しようと思ってるんですけども、0.1 イーサリアムぐらいの、プレゼント企画やろうと思います。そのためにはですね、Twitter フォローだけはやってもらわないと、まあ、僕もですね、やる意味がないということなんで、ぜひね、Twitter フォローやっておいてください。詳細の方はツイートの方でやりたいと思いますので、あと動画でもその時はですね、開始したら、お知らせをしたいと思いますので、まあ、チャンネル登録と、Twitter フォローやっていただけたらというふうに思います。0.1 イーサリアムって言ったら、まあ、金額で言うとですね、まあ、値動きによって変わると思うんですけど、まあ、3万円とか、3万円から5万円ぐらいのね、幅でね、なると思いますので、まあ、ぜひ、もらいたい方はですね、登録してみてください。僕は、視聴者数めちゃめちゃ少ないじゃないですか。当たる確率めちゃめちゃあると思っておりますので、ぜひこぞってね、いただいてください。まあ、もちろん1名なんですけど、はい、チャンネル登録者数がですね、また増えてきて、収益がね、もうちょっと増えてくるとですね、またその、まあ、額もちょっと増やしてもいいかなと思うんですけども、まあ、第1回の、企画としては、0.1 イーサリアムやってみたいと思います。はい。それでは、まずは記事から、読んでいきたいと思います。今日は2つほど、ちょっと、さらっとね、見ていきます。まず OMG ですね。はい。OMG がフィボナッチの締めが、って書いております。まあ、フィボナッチという、まあ、フィボナッチって書いてますけども、まあ、ここで見ると、まあ、MA ですよね。50日平均線と200日移動平均線があって、まあ、それがですね、ゴールデンクロスしているよというような話になっております。すいません。それはどういうことかと言いますと、まあ、いわゆる、まあ、クロスしてですね、どちらかというと上昇基調にありますので、上昇シナリオが進行中であると解釈することができそうだというふうに書いておりますね。はい。まあ、いろんなね、通貨が、まあ、上昇トレンドを割ってきてる中ですね、OMG コインに限ってはですね、まだ割ってきていないっていう、現状がありますので、まあ、ここはちょっとね、今後ね、期待できるというか、まあ、見どころなんじゃないかなというふうに、思っております。はい、はい、続きまして、ペイパルですね、コインテレグラフジャパンの記事になります。さっきのもコインテレグラフジャパンですね。はい、仮想通貨や、貯金サービスなどを提供する新しい消費者向け、アプリをリリース、ペイパルがですね、するということです。ペイパルは顧客のすべてのデジタル決済ニーズに対応するためのワンストップショップとなる新しいアプリをリリースを発表した。ペイパルのダン・シェルマン CEO は7月時点ですでにペイパルがスーパーアプリを準備していることは明らかにしたと。21日の発表によると、新しいペイパルアプリによりユーザーは同社のすべてのデジタル金融商品にアクセスできるようになる。これすごいですよ。すごいことが書いてますよ。新しいアプリは、仮想通貨や非仮想通貨の両方のユースケースをカバーしている。ペイパルの発表によると、このアプリで提供する機能は仮想通貨決済に加えて、最大年利 0.4% の利息を提供する貯金サービスや、キャッシュバックリワードなどがあるこの貯金サービスを提供するため、ペイパルはシンクロニーバンクと提携したという。ペイパルはまたオフラインの QR コード決済や投資機能などを今後数ヶ月以内にアプリに追加する予定であるとも述べている。ペイパルでは最近英国での仮想通貨サービスの提供を開始した。これはペイパルとしては米国以外では初めての仮想通貨サービスの展開となると。ものすごくですね、これすごいですよね。いよいよ、まあ仮想通貨と普通のね、貯金とかですね、いろんな金融で扱っているようなものっていうのが、一つのアプリで管理できるというかですね、やり取りができるような、まあ、そこにね、限りなく近い、アプリというものを、まあ、開発したと、いうふうになっております。これね、もっとすごくなっていくとですね、例えば、そこから競馬をできたりとかですね、うん。そこから競馬の、まあ、チケットというか、まあ、その馬券をね、買うことができたりとか、あと、株っていうのはですね、1日、まあ、まあ、時間が決まってるわけですよね、取引できる。あと、曜日も決まってるわけですよ。それもですね、現金を仮想通貨化することによって、夜中でも、それこそ休みの日でも取引できるようにですね、株ですね、なるんじゃないかなとも言われておりますので、今後ですね、こういった話っていうのは期待が持てますし、これが流行ってくるとですね、ものすごく便利なサービスですし、まあ、どんどん仮想通貨のね、盛り上がりっていうところを後押しするんじゃないかなと。いうふうに思いますので、まあ、ぜひ、高評価、まあ、どちらかというとですね、ファンダメンタルとしては、まあ、高評価できるような内容だと思います。はい。はい、じゃあ続きまして、バーンスに行きます。はい、今日のバーンスですね。一応今、イーサリアムが、31万8000円付近を推移しておりますというところになっております。バーンスですね。31万8000円。そして今日が34万4676イーサリアム、バーンされておりますというところですね。はい。ですね、価格がやっぱり下がっている分ですね、昨日よりは下がってきましたよね。もう一段階下げたので。でもですね、やっぱり1000億円というところはまだキープしていると。1009億ですので、まあ、もうちょっとさらにね、もう1段階、2段階ぐらい下げてくると、まあ、一旦1000億円分の、バーン数っていうのは、まあ、下回る可能性あるんですけども、まあ、でもまたね、戻してくる可能性十分あると思いますので、それを考えると、まあまあまあ、もう安定の1000億円は超えたのかなっていうふうに見てて、いいんじゃないかなというふうに思っております。はい。まあ、今後もね、価格には影響が、多かれ少なかれ出てくるというふうに思っております。はい、じゃあ、仮想通貨ビットコインからやっていきたいと思います。まずはですね、まあ、今回の下落率、見たときに、トップをつけたですね、9月7日の、579万円がここがトップだったんですね。ここから急落が始まってリバったんですけども、また急落っていう風なね、感じになっております。で、この下げ止まった場所までね、こう、率を測ったら、マイナス 25% なんですね。25.42% なんですよ。で、上昇、ここの下げ止まった場所から、ここのね、上昇が始まったここですよね。上昇が始まったここの部分までをどのくらいの距離感あるのかなって見たときに、マイナス 25.7% ぐらいなんですよ。要は何を言いたいかというと、まあ、今ちょうど半値戻しなんですね。うん、半値戻しで、まあ、少し半値よりもうビビたるもんですけども、ちょっと上の方っていう感じなんですよ。ですので、ここをですね、さらに割ってくると、もう半値以上っていう風になりますので、まあ、下げ止まった位置としてはですね、もうギリギリラインかなって見ていいんじゃないかなと僕は思っております。はい。ここを割ってくると、まあ、相当悲観にね、走られる人多いんじゃないかなと思いますので、まあ、言うて半値戻しっていうのは、まだね、許容の範囲だと見てていいんじゃないかなというふうに思います。もちろんね、この辺のね、重要なラインを、割ったらね、結構落ちてくるよって言ってたんですけども、まあ、もちろんその通り落ちてきたと。ただこれだけ落ちてきてますので、次の転換期っていうところはですね、見ていくんじゃないかなと思いますし、まあ、一応これまあちょっと邪魔だから一旦消しますけど、エリオットのね、波動で見てもですね、例えばここからここがね、そこを打ってここから上昇がこうやって始まったわけですよ。これがエリオットの波動でいうところの、1波2波、3波4波5波なんですよね。はい。すいません、1波、2波、3波、4波、5波でこう来てると思うんですよ。ここで1、2、3、4、5なんで。はい。って考えると、調整の、A、B、C のこの C が、まあ、ここでね、下げ止まったとするのであれば、ここからまた上昇波がこうやってね、来てもおかしくないというふうになりますので、まあ、これは一つの、まあポジティブなパターンで見ておりますよね。はい。で、直近で、どこをまず見ていかなくちゃいけないのかっていうと、ここから引けるね、下降ラインがビタビタに引けるようになったというふうになりましたので、一旦はこの下降ラインを見るっていうのが一つ。そして、直近のですね、この下げ止まった場所ですね、急落が、またもう一段階下げる前の、サポート帯、ここも、よく見といた方がいいというふうになっております。で、今少しだけね、またね、リバっては来てるんですけども、まあ、いかんせんまだですね、ここの上値はね、重くなっているという展開が続くと思いますので、まあ、一応この下降ラインを、まあ、上抜けするまでは、また次の上昇波というのは見込めませんというふうになりますので、まあ、一旦ね、もやもやするか、ここ一旦上がってはくるんだけども、またね、続落、底根を下げていくっていう風な展開、これも、完全にね、ないとは言えないという風に見といた方がいいと思います。これ買っていくポイントっていうところがですね、まあ、鍵になっていくんですね。次の上昇波に向けてどこまで行くと買っていけるのかっていうところなんですけども、僕はですね、今回この半値戻しだったこの場所っていうのは、今買っといてよかったんじゃないかなと思います。そしてですね、また落ちてくる可能性あるんですけども、まあ、ここは一旦もやつくんじゃないかなと思います。もやつかなかったとしたらですね、もう速攻一旦退散していいぐらいのレベルなんですね。はい。ですので、まあ、今買う方もですね、まあ、もう一回下を試してくるっていうことはあると思いますので、そこを許容できる方はですね、今買っといてもいいかなというふうに思います。はい。ただですね、ここを抜けるまでにちょっとね、しばらく時間がかかる可能性というのはあるんですね。まあ、10月、11月というふうに、まあ、結構ね、何ヶ月単位で、まあ、推移していく可能性ありますので、この下降ラインにね。はい。で、抜けてからの大きな上昇波が来るみたいなね、そういった展開ありますので、まあ、ぜひね、その辺を踏まえて、買っていきたい方はですね、仕込み段階で今から買っていくというふうにした方がいいと思います。もちろんですね、まあ、短期で売って悲観で買うというふうなね、よく投資界隈では言われている通りですね、それは実行していいと思います。今、まさに。ただ、そのね、よく言われている、その悲観で、買うっていうのはですね、どういう悲観かっていうところをですね、よく考えないといけないわけですね。例えばビットコインにおける、ものすごくね、直撃、まあ、ビットコインに直接的に関わるような悪いファンダメンタルだったりとかですね、そういったことだったら、まあ、いくら悲観でもですね、ちょっと、手をつけれなかった状況というのがあると思うんですけども、今回のファンダメンタルっていうのは、直接的にね、関係があるかというと、まあ、中国のね、ファンダメンタルが大きいわけですよ。まあ、そういったのと比べると、まだね、上げやすいんですね。そういう、まあ、直接的じゃないファンダなんで、落ち着いたらまた上げてくると僕は思ってるわけですよ。ですので、まあ、買っていく方は、今買いたい方は、ここのね、一旦そこねですね、433万円っていうところを、まで、また落ちてきても許容できる方は、買っていってもいいと思います。はい、許容できない方はですね、もうしっかりですね、ここのね、もう明確に、ここの上昇、下降トレンドを上抜けてから、買っていくのがもう間違いないかなと思います。まあ、ただちょっと高値、まあ結構上の方で掴んでしまいますけども、でも心配な方はですね、もうそういった方法を取っていくしかないんですね。大きな指標が動くタイミングで見ていくしかないので、まあ、その辺は、まあ、しっかりね、おのおののやり方というところを構築してみてはどうかと思います。はい、じゃあ続きまして、リップルですね。はい、リップルも、ここね、結構、落ちてきておりますという、急落しておりますというところですね。ただね、まあ、リップルに関しては、まあ、ちょっとね、この、なんて言います？リバーも結構大きいっていう感じなんですよね。結構大きくリバってきているっていう感じで、まあ、一応ね、ここトップつけてからのこの加工ラインみたいなのもこう引けると思うので、まあ、この2つをね、一応見ていかなくちゃいけないんですけども、まあ、いかんせんね、まあ、ずっとこの、なんていうんですか、この50日平均線ですね、MA の方を、まあ、ちょっとここ、押さえつけられる形でね、一旦上には抜けたりもしたんですけども、ずっとここでね、上値を重くしていたんですよ。で、この50日平均線とこの下降ラインが今、ちょうどね、一緒ぐらいのところを推移しているわけですね。はい、ですので、ここは結構やっぱね、意識されてくると思うんですよ。これがね、またこういう風な形でね、こう推移していく可能性が高いので。ってなると、まあ、ここをね、一気に抜けれるかというところが、まあ、一気というか、まあ、抜けるかどうかというところが、まあ、肝心になってくると。そして直近で言うと、やっぱここですよね。一応、ダブルボトムの形にもなるかと思いますので、ここのね、ネックラインである104円っていうところを一旦上抜けしていただいて、そしてここのね、下降ラインを、上げていただく。もしくは、売り叩かれて横横したとしてもですね、結構這いつくばってくれたらいいかなっていう感じですよね。はい。で、一応また落ちてきたら94円のところ、試してくる可能性もちろんありますので、まあ、ディセトラの形で一応見とけばいいかなと思います。こうやってね、落ちてきたらもうすぐ退散。もうこれをね、繰り返すのが一番かなと思います。はい。まあ一番いいのはですね、まあ、まあチャートに貼り付ける方はですね、1のリスクに対して9の利益を取りに行く。これをですね、小規模でいっぱいするんですね。これをいっぱいするわけですよ。そしたら、まあ3回ね、損切りしたとしても、まあ、1回の、まあ、上昇波が来たときに、まあ、取り返せるわけですね。それをですね、まあ、簡単に言うと、まあ、ここで言えばですよ、ここで話すのであれば、まあ、今買っとく、まあ、これがね、2ぐらいだとします。2ぐらいのリスク、まあ、ここまで下がってくるとして。今買って、ここまで下がってくる、まあ、2ぐらいのリスクに対して、上昇波が始まったらですね、こういう下降ラインがあるわけですので、次のね、まあ、例えばここの大きい上髭をつけたここまでの利益を狙っていく。でも落ちてきたら、一旦これはナッシングっていう感じで、で、またこれを繰り返すことによってですね、小さい利益からの、小さいリスクからの大きい、メリットですね。はい、利益ですね。を狙っていくっていうのを、まあ、繰り返すっていう作業ですよね。はい。まあ、これが、重要なんですよ。で、これは、もちろんできない人いるわけですよ。まあ、家事、仕事、育児、いろいろやってる方いますので、そういった方はですね、指値取引っていうね、やり方があります。僕ね、いつも紹介しているので、概要欄に載せておきますので、ビットバンクというね、取引所があります。そこはですね、手数料も安いし、アプリ、携帯でね、取引できますので、ぜひ登録してみてください。そこのを使うとですね、指値取引って言って、ここまで行ったら損切りしますよ、みたいなね、ここまで行ったら売りますよ、みたいな設定ができますので、まあ、ぜひやってみてください。っていうところです。はい。まあ、そして、まあ、結局ですね、この下降ラインを、まあ、上抜けない限りにはですね、まあ、なかなか次手を出せない。もう一つは、ここのね、ネックラインですよね。を上げない限りは、なかなか手を出せないってところで、まあ、今ね、さっきみたいに許容できる方は買っていいんですけども、しっかり買っていきたい方は、まずは直近で、この104円を上抜けたら、そして、もっとしっかり、さらにしっかり買っていきたい方は、この下降ラインを上抜けてから、この2通りで考えておけばいいと思います。とにかく、まあ、乗り遅れるのが皆さん一番嫌うと思いますので、そのためにはですね、いくらかのリスクも負わなくちゃいけないんですね、投資というのは。うん。投資というのはですね、当てっこゲームじゃないんですよね。どっちに動いても対応できるよという、対策をしないと意味ないと思いますので、そういったことで言うとですね、どちらにも動いて対応できるような、戦略、それを立てとけばいいかなというふうに思います。はい。もちろんこの下降ライン抜けたらですね、また上昇波始まってくると思います。はい。はい、じゃあ続きまして、イーサーですね。はい。イーサリアムはですね、このね、200日移動平均線と50日移動平均線が、この辺、やっぱりね、くっついてもやついてたんですね。で、急落してからゴールデンクロスですよね、こういう風に。をして、こう、だだ下がりになってきているという状態です。はい。で、こう、遠目に見ると、やはりこういうね、下降ラインがもう引かれちゃうわけですね、どうしても。で、底根はですね、一応ここダブルトップを作ったこのラインですね、このダブルトップのネックラインであったこのラインっていうのは、後にもここでも、いろんなところで効いてる線なんですよ。っていうのを考えると、もうちょっと落ちてきたとしてもですね、さすがにこの26万6000円のところっていうのは、かなりね、買い支えられる可能性っていうのはあると思います。ただですね、今この止まってる場所っていうのも、ある程度ここでね、ダブルトップで、つけたり、ここでね、レジスタンスされたりと、されている場所ですので、一旦ね、効いてるかというふうにも思います。はい。って考えると、ビットコインとかもは今ちょうど半値戻しで、半値戻しのラインってやっぱ結構、効いてくるというふうに思いますので、そこに総じてね、これもイーサリアムに関しても、ここから反発をしていく可能性はあるかなというふうに思います。で、直近のどこを見とくか、買っていけるのかというところですけど、これも一緒です。今ここで買って、底根まで、許容できるよと、損切りラインをここまで、許容できる方は買っていく。もう今買っていいと思います。ただここ、下ぼったらもうすぐ退散。っていう感じですね。で、しっかり買っていきたい方っていうのはですね、まずは直近のちょっとしっかり買っていきたい方ですね。ちょっとしっかり買っていきたい方はこれですね。この下降ラインを上抜けしてから、はい、このなんていうか短期ですね。短期レベルで見た時のこの下降ラインを上抜けして買っていく。うん、そして、かなり、慎重に買いたいよって方はですね、もうかなり上の方にはなっちゃうんですけども、ここをしっかり上抜けしてから買っていくっていう風になるんですね。はい。安定したね、取引をしようと思えば思うほど、掴む金額っていうのはやはり高くなって、利益の幅は少なくなるんですよ。少ないかわしに、要は利益を出しやすい。うん。安定を買うために、利益は少なくなるんですよね。うん、でもリスクを張ると上昇のね利益の幅っていうのは増えるんですね。その代わりリスクも、近場に結構訪れている来る可能性があると、いうふうになりますので、そういったね戦略っていうのはもちろんこれは今僕は説明しててもね分かってる人は分かってると思うんですが、そういったふうなね仕組みになっておりますので、知らない人のためにね、今こうやって話してますけど、だからやり方っていうのはいろいろあるんですよね。うん、よく YouTuber さんがね、こうした方がいい、こうがいいよねとか言うんですけども、本当ね、自分の資金力だったり、で、あとは、投資のね、自分がね、どういった投資をやりたいかによってね、全く変わってくるわけですよね、そういうふうに。ですので、一概に、ここで買うとかは言いませんけども、こういった場合はっていうのはね、どうしても乗り遅れたくないし、損切りをね、ある程度許容できるよっていう方は、大きな利益を取りに行くためには今から買っていくっていうのは必要だということです。ただ少しだけ安心したね取引したいよねっていう方は短期のこの下降ラインを上抜けしてから、そして、もっとね安心したいよって方はこの大きなトップから引けるね、この下降ラインがもう引けますので、ここを上抜けしてからっていう風になるわけですね。はい。ここでも一緒ですよ。このね、トップからの急落の時、ここからね、こういう風な下降ラインがあったわけですよ。で、さらには、こっから引ける加工ラインもこうやってあったわけですね。はい。まあちょっと見えにくいので一回消しましょうか。こっから引ける加工ラインと、こっから引ける加工ラインというふうにあって、まずは少しだけね、安定した取引をしたいなという方は、まあ、この短い方のね、短期の方のこの加工ラインを上抜けしたら買っていくっていうふうに僕言ってたと思います。買ったらですね、まあ、この場合はたまたまこうやって上がってきてくれたので、まあ、利益が大きく取れたというふうになります。ね。で、安定して買った方がいいよっていう方は、まあ、ここをね、抜けてから買ってくださいっていうわけですね。ただ、まあ、ここを抜けてから買った。一旦上がったけど急落して、ちょっとね、ヒヤッとしたかもしれませんけど、まあ、上げてきたというふうになるわけですね。はい。というふうに、まあ、ここはですね、まあ、非常に、まあ、こういったそのライン決めっていうところはね、今後ね、絶対必要ですので、まあ、ぜひ参考にしていただけたらというふうに思います。はい、じゃあ続きましては OMG コインですね。はい、OMG コインが、急反発からの急、下落という風になっております。ただし、この上昇トレンドが、まあ、引けるわけですけども、まあ、上昇トレンドはまだ全然回ってきていないというところですね、なっております。そして、ですね、どれだったかな。はい、これ4時間足ですね。で、このね、まあ、200日平均線がちょうどこの上昇トレンドのこのね、ところをこうやってちょうど推移していってくれていて、で、50日移動平均線が今ね、こうちょうどここのね、上値を重くしてるんですね。50日平均線のところで今、上げ止まっているっていう状態です。ですので、今のこの価格帯のところをこう上抜けてくれると、もう一回ね、リバってくる可能性あると思うんですが、ただそれがですね、トップまで届かずまた落ちてくるというふうになると、まあ、3ゾーンですよね。急角度の3ゾーンを描いて、また次の下を目指してくる可能性というのがありますので、まあ、とにかくこの上昇トレンドを終わらない限りはですね、上昇トレンドに限りなく近いところというのは買い場になってくると思います。で、冒頭にね、記事で言った通りですね、まあ、上昇の兆しっていうのが今見えてきているっていうふうに言われておりますし、まあ、ファンダメンタルもですね、大きないいニュースがあるというわけではないんですけども、まあ、だからといって悪いファンダもないっていうふうに考えておりますので、まあ、どちらかというと、ここからまた上げてくる可能性っていうのは、まあ、全然あるのかなというふうに思っておりますので、まあ、ぜひね、買っていきたい方は、今買っていってもいいし、許容できる方はですね、まあ、さっきと一緒です。今買ったとしても、ここまでの、損切りですね、を許容できる方は今買っていく。そして、ここを上抜けてからまた買っていく。で、このトップですね、まだ一旦ここでね、また売り叩かれる可能性ありますので、まあ、その辺でまたね、戦略を構築していくっていう風な形で、まあ、やっとけばいいかなというふうに思います。しっかり買っていきたいよっていう方はですね、ここはね、結構ね、効いてると思うんですね。このね、1107円のとこです。はい。この1107円っていうのは、まあ、ここでもちろんレジスタンスされていて、ここもですね、近づけてみると、上髭でね、ここね、レジスタンスされてるわけですよ。で、ここはサポートに変わっていて、ここはレジスタンスということで、このラインって結構重視されてるんですね。ですので、この100、もう一度言いますけど、1107円のこのラインというところは、まあ、よくね、見といた方がいいかなというふうに思います。はい。だから、ここまでは、一旦今のところ抜けると上がってくる可能性ありますので、そこから買っていってもいいし、まあ、もっとね、じっくり見たいなって方は、ここを上抜けしてからでも、まあ、いいんですが、まあ、そうなっちゃうと、次のこのトップのところからですね、反落っていう、急落って言ったときに、まあ、損切りがですね、まあ、急にね、できないよという方もいるかと思いますので、まあ、できればもう今買っといた方がいいかなというふうに思います。その方が、まあ、こっから、トップからこのね、1107円の、反落と、今のところから、このね、上昇トレンドの底根タッチまでって、あんまりその、許容する損切りの幅って変わらないと思いますので、ぜひ今買っていけるなら買っていった方がいいんじゃないかなって僕は思っております。はい。ということで、続きましてネームです。ネームですね。無視でいいんじゃないでしょうか。いや、すいません。すいません。ネムファンの方がいるかもしれませんので。はい、すいません。全然、反発もですね、もちろんされてはきてます。されてはきてるんですけども、非常に、弱い反発ですね、これね。で、一応ね、このラインですね、ここを抜けないことにはなかなかね、次の上昇波、難しいと思います。1回、2回、3回と、ここね、サポートされていますし、この急落の時も一旦ここでね、下げ止まってるっていうね、ここで1回、実体線レベルで下げ止まってるんですね。で、一旦下がってからもですね、試されておりますので、ここまで上がってきてから、のし上がってきてからかな、ねむちゃんっていう感じですね。またね、もちろんこの辺の下落で言うと、今ね、これ3本目の陽線が出ようとしてるんですね。で、3本目っていうのはこの辺で言うと、直近では初めて出てきましたので、どちらかというと上昇志向に、思えるんですけども、どうしても買っていきたいよっていう方はですね、ここの底根をしっかり損切りラインとして守れる方はね、今買っていってもいいと思います。ただ、ちょっとね、もちろんリップル、ネムだけじゃなくてね、リップルだったり、IOST だったり、イーサリアムだったりね、ビットコインもそうですけど、もっと他のやつをですね、注視して見とかないといけないしっていう方が多いと思いますので、ネムだけ買ってる人って少ないと思いますので、あんまりね、目をかけれないよっていう方は、まだ見といていいと思います。さっきも言ったように、この 18.6 円のこのラインを上抜けしてから、いよいよ、買っていけばいいかなと思いますので、一応そういった目線で見といていいかなというふうに思います。はい。じゃあ続きまして、IOST ですね。はい、IOST です。はい、IOST もですね、主要コインと一緒で、一応こういうね、下降ラインがもう完全に引ける形にはなったというふうになっております。そして、またちょっと急な角度でのこのラインですね。もう見とかないといけないよっていうところですね。で、それからすると、この下降ラインにね、いち早く反発としては近づいてるわけですよ。っていうのを考えると、直近のこのね、6.6 円付近ですね、このライン。ここを、ここクロスしておりますけど、この辺抜いてきてもらうとですね、結構強い上昇波、また来ると思いますし、IOST に関しては、あと8日ほどで、スナップショットですね。ありますので、トークンの配布がありますので、そういったね、高ファンダも、残ってるわけですよ。って考えると、ここからまたね、一旦ね、結構強い上昇が来るっていうことは、全然あり得ますので、それにね、乗っかりたい方はですね、今はものすごく買い場になると思うんですよ。安くで買ってトークンをゲットする。で、この底根をね、ここね、つけた、この 5.53 円付近ですね。この辺をまだ割ってこない限りはですね、また上を目指していけると思いますので、いいチャンスだったんじゃないかなと思います。買いたい人からしたらね。で、ちょっと直近の、1週間とか下手したら4日ぐらい前とかですね、近くなれば何かしらの動きが出てくるんじゃなかろうかと思いますので、ぜひその辺はね、見といた方がいいというふうに思います。はい。日本の取引所でね、確かできなかったと思うんですよね。そのスナップショットの、申請っていうのは。だから海外の取引所にはなるかと思うんですけども、ただ日本人って IOST ユーザー多いので、海外のウォレットに移したりしてですね、スナップショットだけ終わらせるよという方も出てくるかと思いますので、ぜひね、そういった方は、また買いますとかですね、そういったことをここでやるといいかというふうに思います。はい。はい、じゃあ続きまして、パレットトークンですね。パレットトークンが、今回、コインチェックのこの全部の相場の中で唯一プラスに転じてきているというところで、パレットトークンは、あれなんですね。やっぱりその海外のニュースとかには、あんまりね、反応しないんですよね、別に。ニュースに反応するんじゃなくて、やっぱビットコインとか、その通貨に反応してるって感じですので、はい。で、今どの辺かと言いますと、このダブルボトムを描いてですね、もちろん落ちてはきたんですけども、ダブルボトムをこうやってね、描いた後に、ネックラインであるこの 63.8 円付近というのは1回ね、上抜けしました、ここで。上抜けしておりますよね。ただ実体線レベルで残しきれていないというところがまた一つね、気になるところですので、もう一度ね、実体線レベルで抜いて、で、しかも残した状態で次の、ローソク足の単位に、バトンタッチすることができたら、またね、上がっていく見込みっていうのが、十分あるかなというふうに思います。結構大陽線で上がってきていましたし、全然ね、まだまだこれからね、伸びる可能性というのを、創屈するようなこの動きですよね。はい。あるのかなというふうに思っております。で、もちろん今言ったここを抜いてくることも大事ですけども、これね、1時間足レベルなんですけども、細かく見たらですね、ここね、ちょっとこう三角持ち合いっぽい形にもなってるわけですよ。ここからいけるね。はい。で、この先端部分が、大体ですね、今日の、ちょっと6時ぐらいですかね、になってくるんで、あと2時間、3時間ぐらいですね、したら、どちらかに行くかみたいな、その指標にも分かれてくるかなと思います。ここから下がってくるのであれば、一旦またね、ここの、63.7 円というところはお預けで、下を試してくる。直近のこの最安値であるここを目指してくる、というふうになりますので、そういった見方でいいと思います。で、買っていきたい方は、この落ちてきて、底根を作った場所ですね、こう、リバった場所っていうところをしっかり見届けて買っていく。で、この三角持ち合いを上抜けしたらですね、実体線レベルで先ほど言ったみたいに、残してくるような、上昇率、上昇、かっていうのが来たら、買っていけるかなというふうに思いますので、この2パターンで考えておいていいかなというふうなところです。はい。そんな感じですかね。ガチをしている人とかですね、底根で持っている人は、そのまま持ち続けておいていいと思いますし、無理にね、買いたくないよという方は、全然持ち続けてて、別に何もすることなく見届ければいいかなというふうに思っております。はい。そんな感じですかね。はい。今日もね、仮想通貨取引やってみました。結構下落がね、再下落が続落してきていますので、結構悲観に走られている方もいるかと思いますけども、長くやればやるほどですね、今回の下落は、さほどめちゃめちゃね、悲観に走るような下落ではないということが分かってくると思います。はい。もっとね、やばい下落の時はね、いくらでもありましたので、それでもですね、上げてきているわけですね。はい。ただ、そういうのを考えると、なんで下げたのかっていうところが、ものすごく重要になってくるわけですね。で、今回の、ファンダメンタルズは、何回も言ってますけども、直接的に、仮想通貨にね、影響するようなファンダではないと。ただ、そのおかげで、ちょっと、その、なんていうのかな、チャートが崩れたので、チャート的にやっぱり落ちるパターンになっているっていうのが、現状。で、もう一つは、中国の問題で、落ちてはきたんですけども、上げる材料があまりないということですね。逆に言えばですね、テーパリングとか、ちょっと懸念されるような内容がまだ残っていたりしますので、そういったことからですね、なかなか上を目指せないというような展開も続いているかと思います。ですので、落ち着いてきたら、つくまではですね、一時もやついたり、もう一段下げてくるとかですね、いろんなパターンあるかと思いますので、その都度ですね、動画ではアップデートしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。いいねボタンしていただくとですね、励みになりますので、いいねボタンもよろしくお願いします。ということで、今日の相場分析はこの辺で終わりたいと思います。おつ